ブコバル。ブコバルは、クロアチア、ブコバルイコール 3M 軍の都市及び、基礎自治体でブコバルイコール 3M 軍の軍都である。地理的には、スラボニア東部に位置し、ドナウ川とブカ川の合流地点に位置し、大きな河口がある。ドナウ川を挟み、対岸は、セルビアのボイボディナである。都市の名であるブコバルは街を流れるブカ川から来ており、ハンガリー語ではバル。 VR は城を意味する。ブッカ川はもともとは、スラブ語で狼を意味する、ブク、ビクから来ているとされ、ビンコブチの北東 20km、オシエクの南東 36km の場所に位置し、標高は1 0 8ルである。市街は、ドナウ川に沿って広がり、ブコバル支部は、南東部に、ボロボナセリエ地区、ボレイバナスリエは、北西部に別個に広がっている。 ブコバル基礎自治体には、リッポバチャ、リッポバカや、ソキン、ソチン、グラボバ、グラベボなどの村も含まれる。ユーゴスラビア社会主義連邦共和国時代のブコバルの行政区域は、現在よりも広かったが、その後いくつかの自治体に分割されている。ブコバルには、幹線道路、D2 号線、オシエクブコバル移と、ビンコブチブコバル鉄道が通じている。 スラブ人がブコバル周辺にやってきたのは六世紀のことである。九世紀、この地域は、ルデビトポサブスキが治めるパンノニア君主国や、ブルガリア帝国の一部である、スラブ人国家であったバラトン君主国のプリビナの統治下にあった。十一世紀から十二世紀にかけては、クロアチア王国の統治下に入る。ブコバルが最初に言及されたのは十三世紀のことで、ボルコ、 ブコヤワルク、ウォーク、ウォルコブ、ウルコブ等の名称であった。元々のクロアチア人などのスラブの名称では、町はブコボの名である。十四世紀からは、最も広く現在でも使われる名称である、ブコバル、ベコバーが使われるようになった。ハンガリー王は、ブコバルをドラバ川とサバ川の間に位置するスレム王国の中心とした。十六世紀から十七世紀にかけては、 オスマン帝国に支配される。オスマンの支配が終わる頃の町には約3000人が居住していた。17世紀後半からブコバルはハプスブルク君主国の一部となり、以前はクロアチア王国とハンガリー王国の一部であったオーストリア皇帝族領のスラボニア王国に含まれた。この間、ブコバルはスレーム県の中心地となった。1868年から スラボニア王国は、クロアチア王国と一緒になり、クロアチアイコール、スラボニア王国と呼ばれるようなり、ブコバルもその中に含まれた。1910年、ブコバルの人口は1359人を数え、クロアチア人が4092人、39.02%、ドイツ人が3503人、33.80%、セルビア人が954人、 9 2 0ハンガリー人や、その他の民族が183人、1.80%を占めていた。1918年より、後のユーゴスラビア王国となる、スロベニア人、クロアチア人、セルビア人国一部となる。1918年から1922年にかけて、スレム軍の行政的な中心となり、1922年から1929年に、 かけては、スレム州の行政の中心とされた。1929年からは、サバ自治州、ソババノビナが置かれ、1939年からは、クロアチア自治州の一部となっている。1941年から1944年に、かけては、ナチスの傀儡国家であるクロアチア独立国の領域なる。第二次世界大戦中、ブコバルは、連合国の空爆を受ける。 2008年に当時の不発弾が市内で見つかっている。1945年からは新たにユーゴスラビア社会主義連邦共和国のクロアチア社会主義とも国となる。クロアチア紛争時のブコバルの戦いでは町が完全に荒廃しきっていた。ユーゴスラビア人民軍が支援する3万6000人の セルビア人勢力がブコバルの街を1991年8月25日から11月18日に、かけの87日間にわたり、攻撃を行いクロアチア人側はわずか2000人の防衛隊で汚染した。当時、クロアチア勢力の装備は未熟な状態だった。セルビア側は、重火器や110の戦車や車両、多くの軍用機により街を壊滅させた。 1000人を超える住民が犠牲になり、5000人以上が強制収容所に入れられた多,多くの行方不明者や難民を出している。ブコバルでの戦闘は、スターリングラード攻防戦に比べればはるかに小さな規模であるが、ヨーロッパでは第二次世界大戦以来最悪の出来事でもあった。貯水塔の断魂の穴は1990年代初期の出来事の証として、 都市計画により保存されている。強烈な印象を残した戦いは、戦後の文化にも影響を与えた。ブコバルでの戦闘を映画化したものとして、ブコバルに手紙は届かない、放題がある。また、アメリカ合衆国のテレビ局 NBC のドラマ、ER 緊急救命室に登場する医師、ルカ・コバッチュ・インター時代をここで過ごし、家族を失ったという設定になっている。 2006年11月18日に犠牲者の追悼や戦いの集結から15年周年の記念に各国から約2万5000人が集まった。攻撃を受けた病院の地下には包囲に関した博物館が開館し、現在では再建されている。2007年9月27日、旧ユーゴスラビア国際先般法廷、陸地で2人の前、ユーゴスラビア人民軍将校に対して、 有罪の判決が下れたが、病院での虐殺に関しての関与は3分の1は免除とされた。1948年から紛争前の1991年まで人口は産業の振興によって増加し、特に移住者の増加は、ブコバル地域の成長に寄与していた。地域の人口分布が顕著に変化した際、イロ力は2番目に大きな町になっている。クロアチア人は、 ほとんどの村や東側の地域では多数派を占め、北東部ではセルビア人が優勢であった。ブコバルでの民族構成は紛争以前は他民族で28の民族で構成されていた。行政区域の変更が数度行われているため、現在の行政区域での人口と過去の人口の統計調査範囲は異なっている。紛争期間中から元々のクロアチア人たちは、 クロアチアの他の地方への移住や西ヨーロッパ諸国、特にドイツやオーストリアなどへ移民として移り住み、多くのセルビア人たちもセルビアへの移住やカナダや西ヨーロッパ諸国へ移民として移住している。紛争から15年後の2006年のクロアチア人とセルビア人の人口比率はほぼ同数とされている。現在でもクロアチア系の住民とセルビア系の住民の間では、 和解が深く根付いておらず、ブコバルの都市は分断されている。相互不信は未だに残っており、クロアチア人とセルビア人の子供たちの分かれた学校教育は残っている。クロアチア人とセルビア人を巻き込んだ事件はしばしば起こり、公共の場所ではそこで提供されるサービスではなく、そこに集まる民族によって区別され、コーヒーショップでさえ、セルビア系か、クロアチア系か確認される。 ブコバルは、クロアチアでは、最大の加工がある町である。町の経済は、商業、農業、畜産業、どう栽培、ビティカルチャー、食品加工業、生花業、観光などを基盤としている。紛争集結後もブコバルでは復旧されないままの、インフラが残るほか、失業率が約40%と推定され、高止まりしている。 多くの魅力ある建物が紛争の影響によって損害を受けた。最も興味を引くのは貴族であるエルツ家、エルツの邸宅で、18世紀に町の中心に建てられたバロック様式の建築物である。フランシスコ会修道院や教区教会である聖ジェームス教会、聖教の教会である聖ニコラス教会、ノーベル科学賞を受賞したレオポルトルジチカの成果など、見どころに値する。 1998年より平和的な再統合によって、クロアチア人の統制のもと多くの建物は再建されたが未だに町には破壊された建物も残されている。町の郊外に目を向けると、ドナウ川岸沿いに広く方向へ向かうと重要な考古学的遺跡であるブチェドル・ベセダルがある。同期時代の遺跡で発見された祭礼の器は、ブチェドルスカ・コルビツ。 ベセドルスカグルビカと呼ばれブッコバルのシンボルと考えられている。ブチェドル周辺はまた、釣りや、下水浴の名所でもある。ブコバルには7つの小学校と、ギムナジウムと音楽校を含む5つの高校がある。ラボスラブルジチカポリテクニックの本拠地で、経済や商業、法学、キネシオロジーなどが学ばれている。加えて、スプリット大学が、情報技術や経済、 法学の研究室を置いている。同じように教えく大学が経済や法学のプログラムを提供している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。